大海牛、フィレ肉のグリエ、大海牛また母、黒毛和種の和牛が、滋賀県内で最も長く肥育された場合に許される、故障であり、その牛から取れる牛肉にも用いられる故障である。日本での肉用牛としての史実として残る歴史が400年と、圧倒的に長く、三大和牛の一つとされる。他のブランド牛が限られた狭い地域あるいは、 個人の飼育であるのに対して、大見牛は、滋賀県全体での生産のため、年間出荷等数は圧倒的に多く優れた肉質が特徴である。日本食肉格付け協会の格付けに基づいた定義がないため、上記の2つを満たせば、どの肉質等級及び、うどまり等級であっても大見牛と呼称できる。なお、A-4、B-4 以上の格付けの枝肉には認定書や、 認証シールが発行される。1590年に秀吉の小田原攻めの時、高山右近が、ガモウジサトと、細川忠興に牛肉を振る舞ったとされる史実が、残っている。そのガモウジサトが領地である大見かも日の後で、食肉牛を飼育し、食用としての大見牛の普及には、ガモウジサトが貢献したとも言われている。また、その後、ウジサトは松坂び津に封じられ、 その際、大海から招き入れた多数の技術者が畜産の発展に寄与し、現在の松阪牛、藍津牛の礎を築いたと考えられる。1586年、天正14年、豊臣秀治は、自らが築いた、八幡山城の山下町に住地を設けて、牛馬商人を住まわせ、牛馬商に対する保護政策を取ったとされる。江戸時代、 彦根藩は幕府に太鼓を献上しており、その太鼓に使う牛革を確保するため、牛の畜産を営み、その屠殺を許可されていた。このことから、牛肉を食べる文化が発達した。江戸時代後期、養生薬の名目で、干し肉に加工された牛肉が、彦根藩から将軍家へ献上されたことが2回ある。その他、松平定信、徳川成明などの大名に味噌付け、 カス漬けなどの加工品が送られたと彦根藩の記録に残っている。1863年頃に来日した写真家フェリックス・ベアトが撮影した厚木塾の風景写真に、甲州彦根ネ生牛肉漬けとの看板が店に掲げられており、幕末の頃には牛肉が販売されていたことがわかる。また、彦根市によると、1855年、彦根魚屋町の館地が、 江戸の神田、両国、日本橋、四谷で、彦根牛肉の看板を掲げて開業したと伝えられている。1850年頃には、終わり半量であった加毛郡内で、藩士の指導により牛の肥膚が開始された。明治時代になって、西洋文化の影響で牛肉食が始まるとともに、大見牛の消費も拡大した。1869年には、加毛郡。 名村の家畜省が陸路で17、8日かけて牛を追いながら東京に送り多くの取引を行ったとの記録がある。さらに同じく名村出身の竹中球児は1872年に生牛の東京出荷を開始、1883年には東京浅草で牛肉豚や米久さを開業した。しかし1882年頃になると 奇跡の発達に伴い、大見牛は、神戸港から首都圏他へと出荷されるようになったが、他の地方産の牛肉とまとめて、神戸牛と呼ばれていた。当時、出荷地銘柄としての神戸牛が確立されて、有名になったため、産地銘柄としての大見牛はその陰に隠れて、しまったとされる。八百九十年、前年の東海道本線の開通により、大海八幡駅から、 大海牛の輸送を開始した。1893年、牛液が蔓延したため、国内の生牛の輸送が禁じられた。そこで、滋賀県下で生産された牛肉が多く、市場に出回った。それは、出荷量が多かったのみならず、非常に美味であったので、生産地が調べられた。その結果、それが、 滋賀県大海八幡市の大海八幡駅から出荷された牛肉であることが分かり、それがきっかけで滋賀県が牛の生産において生産量、味ともに優れているとして大海牛の名が知れ渡ることとなった。1906年には東京上野公園で全国家畜博覧会が開催され、加茂群の牛が優等1位となる。関東大震災が発生した際には、 全国から東京への貨物輸送の一時禁止が行われたが、区内省から、陛下御用の大見牛だけは積み出すよう、大見八幡駅長に指示されたと言われている。戦後になり、1951年、地元の家畜省と東京の卸業者が協力して、大見牛ブランドの確立を目的とする、大見肉牛協会が発足した。この頃に、大見肉牛協会が東京で繰り広げた。 大戦連会は今も語り継がれる。国会議事堂で生きた大見牛を披露したり、東京日本橋のデッパートーク場で競りを市民に公開した。かつては定義の一つの滋賀県産を満たすのに必要な期間の基準がなかったため、県外産の牛を一番県内に置いて、翌日に市場に出しても大見牛と呼称できた。しかし、2005年に、 牛のヒークリレキ偽装事件で、大見肉牛協会の幹部が逮捕されたのを機に、同年12月に、滋賀県産富なし基準を含めた、大見牛の定義が決められた。2007年5月11日、地域団体商標に登録された。また、同年、大見牛の生産者や流通事業者によって、大見牛生産、流通推進協議会が設立された。2010年、 市が食肉センターを通じた、大見牛の輸出が開始された。2017年12月15日、地理的表示法に基づく、地理的表示に登録された。2021年、ふるさと納税の返礼品として、滋賀県が大見牛の取り扱いを、県内全市町に認めたことに対し、主要産地の大見八幡市は、肉の品質管理が徹底できず、 ブランド価値が低下しかねないとして、自治紛争処理委員による審査を申し立てた。主に、滋賀県東部のガムウ、神崎、愛知の各郡において生産されてきた。これら一体は、米の生産や、その他の農業も盛んな地域で、牛を肥育するための飼料と気候に恵まれたためとも言われている。霜降り度合いが高く、芳醇な香りと脂質の口溶けの良さが特徴である。 大海牛は有点が低く牛肉の香りや風味に関与していると言われる不飽和脂肪酸であるオレイン酸を他の産地の黒毛和酒に比べて多く含んでおりこのことが香りの良さや脂質の口溶けの良さといった大海牛の特徴につながっている年間出荷頭数は5000頭ありがとうございます